安全と安心。私たち公益財団法人東京防災救急協会は、防災と救急に関する2つの事業を一貫的に実施することで、都民の皆様が安心して暮らせる社会の実現を目指しています。東京防災救急協会は防災関連事業として防火管理者、危険物取扱者などの防災業務関係者を育成するための事業、火災を予防し地震などの災害による被害を軽減するための事業、防災思想の普及及び防災行動力向上のための事業、救急関連事業として応急手当および救急についての普及啓発に関する事業、救急車の適正利用などの救急需要対策に関する事業などを行っています。一人一人の意識と行動力の向上が社会の安心を実現します。私たち東京防災救急協会は防災業務関係者の育成を目的として、防火防災、危険物、消防設備士関係、点検・整備資格者関係などの法令に基づくご覧の講習を行っています。その他、受験準備講習会では最新の情報提供と各種機材により試験合格をサポートしています。各種講習に関してはホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。火災を予防し地震などの災害による被害を軽減するための事業では、消防用設備等点検済み表示制度の推進として点検済み表を交付しています。また資質の高い技術者育成のための取り組みとして、実技・学科の講習など災害から東京を守るため必要な取り組みを行っています。いざという時のために防災の大切さを広く都民に伝えます。東京防災救急協会では、防災思想の普及と防災行動力向上のため、消防博物館、防災館の運営を行っています。消防博物館は消防の歩みを一堂に集め、今なお進化し続ける消防を紹介しています。防災館は都民の皆様の安全な暮らしを目指し、楽しみながら防災に関する知識や技術が学べる臨場感あふれる体験施設です。防災に関する知識を持つインストラクターが皆様を防災体験ツアーにご案内いたします。地震の揺れの体験、初期消火の要領、暴風雨の体験、応急手当の要領など、いざという時のために防災の大切さを都民の皆様に伝えます。もしもの時どのように行動したらよいか、ぜひ体感してください。その他にも自主防災の発行や防災教育動画の制作など、